姉様と巨人お嬢様が異世界転生、星さん。狂信者の JK が主人公の漫画。主人公の JK は年上の JK のレズ先輩に、天井のシミを数えているだけで終わるからとか適当なことを言われたことを信じて純潔を捧げる。そうしたらお前とは遊びだったんだよということを聞かされたことで、お前を殺して私も死ぬというメンヘラだったためにメンヘラに手を出したチャラメスの先輩ちゃんごと電車に惹かれて異世界転生する。主人公の JK は年上の JK のレズ先輩に、天井のシミを数えているだけで終わるからとか適当なことを言われたことを信じて純潔を捧げる。そうしたらお前とは遊びだったんだよということを聞かされたことで、お前を殺して私も死ぬというメンヘラだったためにメンヘラに手を出したチャラメスの先輩ちゃんごと電車に強制仲良しさせて異世界転生する。そこで知り合ったその異世界では評判の悪いクズ種族である美人の引っ込み思案の純粋培養された巨人族とレズのちぎりを交わすことでメンヘラ宗教をガンギマリさせる洗脳兵を手に入れたメンヘラの石腕の JK の主人公が落ちてくるクエストを消化しつつ多分異世界転生したチャラメスを見つけてお兄ちゃんどいてそいつ殺せないをするために頑張るというクソ激烈に尖った面白いシナリオの漫画。主人公の性格設定がヤンデレのメンヘラの殉教者というクソピーキーな性格設定しており、さらには石腕という今まで見た中でディモールとベネなキャラで出しており、ここからネタバレ。前半のクエストで俗物的な教会の十字軍のプライドだけは高いかませ犬をぶっ殺すシーンとか、決め台詞とか最高にとんがっててベネ。内容も死に戻り能力者をあれしてセーブポイントに魔改造するなどアイデアがキラリと光る、面白いタイプのダークファンタジー。ヤンデレ、メンヘラという珍味をここまで美味しく料理できる能力にあんこが震えるクソおすすめな漫画。